こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします。後の成平文治第11回清之助はお町に文次の遠投を伝えます清之助は言い出しにくそうに「さて今日参りましたのは」 ええ、いやどうもまことにご無沙汰いたしたつきましてはお待ちもし藤原様あなたは文事のことでおいでくだすったのではございませんかささようさあどうなりました藤原様へ藤原様文次が命に別状でもありはしませんかねえ 藤原様いいえお命に別条はござらんがただ藤原様どうぞお早くおっしゃってくださいましもし文字が遠島にでもさようそれがいよいよ明日になりましたえいよいよはい。 しばらく二人はうつむいたまま、死案に暮れておりましたが、やがておまちは心を取り直しまして、藤原様へ、明日はいつごろ出版いたすのでございましょう。確か万年橋から船が出るとか承りましたが、さようでございますか。さよう、あなたもさぞご心配なすったでしょうが。 明日こそはお目にかかれますしかし私はお役柄のご近所ゆえ役目に対して残念ながらお目にかかることができませんあなたはお名残のためおいでなさいましご近所まで私がご案内いたしましょうはいどうもいたしかたがございません一目ええもうよしましょうよ そりゃ、またなぜですかなぜってあなた、叱られますものああ、なるほど。日頃のご気象をよくご存知でございますな。しかし、これが一生の。さようでございますね。あって、話はできませんでも、せめては。いや、思い切りましょう。ことによると、 生涯離縁するなどと、もうもう諦めましょう、という声さえも涙でございます。それはごもっともですが、しかし、はてな、どうしたらよかろうかしらん、と、共に涙にくれておりますと、表の方に、お頼み申します。はい、どなたで。 おや、伊太郎さんでございますか。さあ、お上がりなさいまし。ええ、もう、ここで、よろしゅうござります。ご心祖様、長々お世話になりましたが、明日はっちゃ、遠方へ参ります。また、長えことお目にかかれません。へえ、ご、ごきげんよう。さようなら。あ、もし、伊太郎さん まあ、お待ちなさい。ええー、もう。まあまあ、少しお待ちなさい。お顔色も悪い様子で。何か、返事でもございますかいいえ、別に。また、表の方へ。ええー、お頼み申します。国蔵でございます。いたろう。いや。 国蔵か。いや、棟梁か。へえ、ご心臓、ご機嫌よろしゅうござんす。棟梁にも、いいところでお目にかかりました。まあ、当分、お目にかかれませんから、ずいぶんご機嫌よう。へえ、さようなら、おいとまを。いたろう。おいおい、国蔵、待て。変なことを言うじゃねえか。 俺も実はこちらへ置いとまに来たんだ。おめえはどこへ行くのだえなかなか遠方でござんす。まあ当分お別れだ。てめえは明日万年橋へ。と言いかけてしばらく辺りを見回し。国蔵、貴様もやっつけるつもりか同僚、おめえも。 うん、俺も決心した。そんなら頼もしい、と、目と目で示し合わして、ご神祖様、ごきげんよう。まあまあ、お二人ともお待ちなさい。今一言をおっしゃった、万年橋というのは、実は命を捨てましても。まあ、お二人とも、 清之助こらこらお二人ともお控えなさいこれはこれは藤原様おめえさんのおかげさまで旦那も命が助かりましたありがとうございましたさあすぐお言いいたしましょうまあお二人とも少しお待ちなさいえー、ただいまお二人がおかげで 旦那の命が助かりましたとおっしゃったが、その次第柄はご存じでおっしゃったか。そんなことを知らねえで済みますものか。ねえ、いろいろおめえさんのお骨折りで助かったことは、陰ながら。なあ、国ぞ、お礼を申さねえ日はねえな。それほど文次殿の助かったことを喜びながら、その文次殿に、 恥をかかせるつもりかなそれとも殺す気かなこりゃあ妙なことをおっしゃいますね旦那を殺すの恥をかかせるのとは何のことでござんすこちとら自分の命を捨てても旦那を助ける覚悟だまた一旦思い込んだことは、一寸も後を引かねえこのいたろうでござんすぜうん しからば、おめえさん方は、その恩人の文治殿の明日の遠頭、船の出版の場に切り込み、道人を助け出して、上州あたりへ隠そうというつもりでござろうな。それとも違いましたかねどうでござりますなさあ、その文治のは、悪人でござるか、ないし、泥棒でござるかええ、旦那。 妙なことをおっしゃいますね。誰が悪人と申しやした泥棒なんぞするような旦那でねえということは誰でも知ってるじゃん、ごぜんか。さあそこです文次殿こそは日本に二三とあるまじきあっぱれ名士と心得ますがどうでござるなその日本の名士が上州あたりの長脇差しや泥棒がご法度を犯して かれておよもや文次殿はそんな汚いものではありますまい。よしまた行くとしても一生涯山中に隠れ潜んで埋もれに同然に用をくるような人物とは血と肌が違いましょうぞ。さほど逃げたき文次殿ならば友之助が無実の罪に服したのを幸いにのめのめと卓にいて。 知らんかをししていましょう友之助を助けようがために自分の一命を差し出して明白に神のお裁きを仰ぐくらいの名士そんなはしたないものではござりませんな」。と言われて伊太郎と国蔵は目ばかりパチパチやっております第十二回清之助に諭されて伊太郎と国蔵は 文謀をただ見送ることにします用語解説天網て漏らさず天の張る網は悪人を漏らすことはないということメシュード囚人のこと藤原清之助はなおも言葉を継いでここで文治殿が一度逃げ出せば 生涯悪人の命を負わななければならんそんな難しいことを言っても分かりますまいが天謀開開祖にして漏らさずそのうちに再び召し取られたらいよいよ国中へ恥をさらさなければなりますまい。ただいまお待ち殿へ明日のことを申し上げお別れにたった一目お会いなされてはと申し入れましたが。 殿のふだんの気性をご存じゆえこの場合未練がましく別れに参ったら定めし叱られましょうお目にかかりたいはやまやまなれどもじっとこらえてまいりますまいとさすがは文次殿のご家内だけ女ですらかようでありますのにあなた方はただ文次殿のことのみを思いお心得違いをなさいましたな」。 さあわかりましたらおとどまりなさいいかがでござるなこれを聞きました両人は頭を下げただ男泣きにはぎしりして口も聞かれませんまだご勝手なさいませんかそれじゃあ旦那にお目にかかることはできませんかいいえどうしてあなた方も明日はぜひ お見送りを願いますまさか私は役人でござるからよし義のためにもせよ一旦罪人と決まって遠投を申し付けられた者に会うことはできません。是非ともあなた方はおいでくだすって私の申したことを文次殿へよろしく申し伝えてください。よくわかりました。じゃあ仰せに従って諦めましょう。 けれどもご心祖様もわっちどもと一緒にお別れにたった一目お会いなせえましこの世の名残にいかっしちゃるのになんぼご気性の優れた旦那だって人情を知らねえことはありますめ何ともおっしゃる気遣いはありゃしませんやねえ旦那いかにもついてはお待ちどのせめて遠目でなりとも 万年橋とやら申す橋より船まではよほど離れておりますか国蔵へえわずか半丁ばかりしか離れておりませんそれではその橋の上から旦那の心づかんようによそながらお別れいたしましょうなるほどそれがよろしゅうござろうおのおの 軍事殿には見知らねぬよう気をつけてやってください。承知いたしました。お話はかれて本所大橋向こうの万年橋、真崎稲荷の菓子は流罪人の乗り船を扱いまする場所でござります。最も遠投と申します。のは、八丈島、三宅島にて、そのうち佐渡は水かき人足と申しまして。 お仕置きのうちでも名目は良いのでござりますがメシュードの身にとっては一番つらいところでありますからめったに長生きするものはございません。今文治が遠投と決まりましたのは三宅島でございます。いよいよ船が万年橋から出るという前夜になって親戚・故宮の人々に知らせますので当日は 親類縁者はモースに及ばず友人たちはいずれも貸しに集まって身寄りのメシュードを待ち受けております。そのうちにおいおいメシュードが送られてまいりますが中には歩けませんでもっこに乗ってまるるのもございます。文治はなるたけ人に合わんようにうつむいて目立たんように小さくなってまいりましたが 国蔵が早くも見つけまして。いや、旦那、旦那。国蔵か、よく来てくれたな。みんな達者でおるだろうな。へえ、みんな達者ですが。旦那、なぜわっちを代わりにやってくれねえんです。いやい、森松、早くお待ちさまをお連れ申せ。これや、 国何故に町を連れてきたかこの姿を女房に見せて俺に恥をかかせるのかここへ連れてくると女房も貴様も離縁してしまうぞこの文次かねて切腹と覚悟していたところ神のお慈悲で助けられ生き恥をさらすことかとなるたけ人に姿を見られんよう心してきたのに」。 未練にもお前たちまで集まって、この文字に恥の上塗りをさせる両県か。近寄ると生涯偽絶するぞ。国蔵はびっくり驚いて、いつに変わらん旦那の気性悪い気で来たのじゃねえから、勘弁してください。いや森松、ご心臓を橋の上に置いて、てめえばかり来い。 だって、そりゃあ無理というものだ。ご親祖様、旦那がああ言っても生涯のお別れですから、あそこまでおいでなせえ。いいえ、私はこれでお顔を拝見してお別れいたします。日頃のご気性はよう存じております。と、橋の上に手を合わせたまま、声も出さず、 涙一滴流しもせず一心に夫の無事を祈っております。森松は気の毒に思いまして「ご神祖様たとえ叱られてもおそばへ行って一目お会いなせえまし」「未練がましく近寄れば必ず離縁されるに相違ござりません」「私はそれがつろうございますから」「国蔵 いや森松もう時間が切れるぞ早く早く時に極低の横目と申す者が「さあさあ限りはねえ早くしろ早くしろ長くなるとためにならねえぞ」といちいち目収納を集めておりますうちにブーブーというほら貝の音 さあさあこいつらいつまで嫌がるんだ」とおいおいメッシュードを引き立てて船に乗り込ましております第13回いよいよ文治の船が出ようとしているところへまだ駆けつける者がいました用語解説過去飢えた虎のこと えの枠が如く鍋の一種が湧くように騒がしい様見送っております国蔵森松の両人は「旦那旦那ご心臓をはじめ後のことはご心配なさいますな」と男泣きに泣き出すとたんに伊太郎が駆けつけて参りまして「森松国蔵 旦那はどこにおるんだああいたろうはにいか旦那はあそこへどどどこにもう船に乗りかかっていらいや旦那ちょっと待ってください遅かった役人これこれ控えろもう時間だ時間もへちまもあるもんかぐずぐずするとうち殺してしまうぞ。 誰だと思う豊島町のイタロウだぞ。いやまたイタロウ目が来やがったな。やかましい。旦那、どうも、とんだことになりましたな。と、鬼を欺くイタロウも、これが一生の別れかと、わっとばかりに泣き出しました。付き添いの同心も、かねてイタロウのことは承知しておりますから。いやあ。 イタロが初めて泣きやがったぜ大きな口だなそのくせ手放しで泣いてやがらははさあさあもうよかろうええまだ何も言い,いやしねぐずぐずしやがると死に物狂いだぞ片っ端からひねり殺すからそう思え文字これこれいたろう殿 おかみのご法を犯してはなりませんぞ。何事もこれまでの陰険とあきらめて、随分達者にお暮らしなさい。お前さんばかり口がきけて、わっちには少しもくく口が利けねえ。旦那、達者で言ってくださいよ。ここへ大橋の方から前橋の松や新兵衛が駆けつけて参りましたが。 人混みで少しも歩けません月の毛跳ね返しあるいは撃たれあるいは叩かれ転がるように駆け出しましたが惜しいかな罪人は荒まし船に乗って今一度の貝の音でいよいよ出版するのであります新兵衛は体勢を上げて「成平橋の旦那旦那」役人 これこれ静かにしろ控えろと突き抜けますのでこっちからくぐっていこうとしまするとまた突き抜けられます向こうにいたろうと文字の姿が見えながら近寄ることができません新兵衛はふと一策を案じて海中から金入れを取り出し物思いわずつかみ出しては横目や動心に水向けをいたしまするが 同心どもは金の欲しいは山々なれども中間や重役の前をはばかって顔と顔を見合わせております気がせかれますゆえ新兵衛はいきなり一部銀をひとつかみバラバラと巻きつけますと「それ金が降ってきた」と我孫の肉を争うごとく金を拾わんと争う間を駆け抜けて 文次の前へ参りまして「旦那様お情けないお姿におなりなさいましたな」文字「文次新兵衛殿ようおいで下された」「かくなり八るも自業自得致し方がござらん」「もはや出版の時刻お役人にお手数をかけては相すまんから早くお帰り下さい」「役人 その方は何者じゃ控えておれ新兵衛はほろほろ涙を流しながら「旦那様これが一生のお別れかと思うとどうもこの体が申し上げたいことはやまやまございますが何から申し上げてよろしいやらこれはお選別でござりますどうかご受納くださいますよ」と 五十両の小判を文次の懐中へ入れようといたしまする。そばにおります童心は、一応改めて罪人に渡すのが掟でございますから、横合いより手を出して取ろうといたしますると、伊太郎が承知いたしません。やい童心、刃物や非道具じゃあるめえし、ひったくるには及ぶめえ。なんだと思う、鶴じゃねえか。さあ、 俺が改めてて見せてやろうこの通りだ何も不都合はあるめ旦那お懐へ入れますよ「しんべヱ殿何よりのお選別いつに変わらんご親切ご恩義は決して忘却いたしません」と言葉の切れんうちにほらがいの音「ブーブーブー」ブー 文次が船に足をかけるや否やはや船は万年橋の貸しを離れました船中におります罪人はいずれも大胆不敵のく者でありますがさすがに表に一種の憂いを帯び総立ちに立ち上がりましてお顔を見上げる体を見るより貸しによる親戚故宮の人々は「わわあ」 声を放って泣き叫ぶそのありさまはさながらかなえの枠がごとく中にもおまちは冷やい胸に迫って欄干につかまったまま忍び泣きをしておりまするさて三宅島は伊豆七島のうちでありまして最も罪人のたくさん参るところでありますまず島へ船が着きますると付き添いの役人は 光月村大臣左中江門へ泊ままるのが例でございますこの島は伊豆七島のうちで横立三里中央に大山という噴火山がありまして島内は坪田村阿古村光月村伊豆村伊賀島の5つに分かれ七寺院ありて戸数1,300余陣屋は伊賀島にありまして 伊豆の国二良山郡大官太郎左衛門の支配、同組下五家村名主、献金の森大蔵の下役頭、平林、官蔵というものが、財に一同を預かり、翌日在場と引き合わせて、それぞれ牢内に入れおく例でございます。軍事を乗せたる船が、海上をつつがなく、 三宅島へ着きまするとここに一条の騒動出退の次第は次回に申し上げます。第14回へ続く